旧ジャニーズデビューまでかかった年数ランキング。どうも皆さん、こんにちは、クーです。はい、今日はですね、以前ですね、旧ジャニーズジュニア、まあ現ジュニアっていうんですかね、まあそこの A グループっていう関西のグループがですね、3月16日17日と京セラドームで単独イベントを開催することが発表されまして、まあ結構中にはデビューするんじゃないか、デビュー発表があるんじゃないかっていうような意見もあるんですけども、もしデビューした場合ですね、メンバーの末澤くんがですね、まあ、結構デビューまで年数がかかった、まあ、メンバーになると思うので、逆にその A グループがデビュー発表、まあ、あるか分かんないですけれども、それより前にですね、今までのデビュー組の方でですね、ランキング形式でデビューまで年数がかかった人ランキングってところで発表していきたいなというふうに思います。まあ、きっと A グループがデビューしたらそこのランキングもまた変わると思うんで、またその時は更新版でお話しさせていただけたらなというふうに思います。まあ、最近はですね、この旧ジャニーズっていうのはデビューが遅いだったりとか、まあ、おじさんかっていろいろ言われてると思うんですけども、まあ、結構ここは賛否があるところかなって、まあ、年数が重ねてるからこそ実力があるっていうのももちろん分かりますし、アイドルなんだから若い時フレッシュな時に出さないと意味ないよって意見だったりとか、まあ、そういったのもあるんですけど、やっぱりその旧ジャニーズってところでも苦労人っていうのは本当にたくさんいるので、まあ、早速第10位から発表していきたいなというふうに思います。まず第10位はストーンズでジェシー。デビューまで約4881日かかっております。ジェシーに関しては結構ドラマとか出てるイメージとか印象あったと思うんですよ。まあ、当時そのジュニアだった、まあ、ストーンズのメンバーとかも含めて、ジェシーってそのジュニアの中でめっちゃ有名だったと思うんですよね。僕まだその時ジュニアとかあんま興味ないというか知らなかった時期ではあるんですけども、なんかやっぱジェシーだけは知ってましたね。であとカトゥーンの田中くんの弟とかもいるんだ、へーとか思ってましたけど、まああとコーチくんとかね、まあ、B.I. シャドウとかがあったんで、ただそのジェシーに関しては結構僕の周りの男友達でも知ってる人って結構いたんで、なんかそんなあんなに有名なジェシーもって言い方変ですけど、ジェシーでもランキングで言うとトップ10に入ってきちゃうんだなっていう印象ですね。続いて第9位。第9位は ABCG で五関くん。デビューまで約4974日かかっております。五関くんに関しては入賞したのが1998年ってもうかなり前に感じますよね。2000年より前っていうのもそうですし、まあ、同年代でいうと、まあ、カトゥーンの亀梨くん、上田くんとかだったり、キスマイの藤ヶ谷くんだったり、マッスーだったりとか、まあ、マッスーに関してはニュースのデビューは早かったですし、カトゥーンも2006年、まあ、キスマイはねちょっと遅かったので2011年で終わりますけど、一緒に頑張ってきた人たちが2003年4年にデビューして、6年にデビューして、2011年にデビューしてっていうところで相当頑張ったなっていう印象ありますね。ジャニのチャンネルだったかな、なんかニノか誰かが五関くんも長いよねみたいなこと言ってたんで、やっぱ嵐のメンバーから見ても長い人っていうイメージがあるのかなっていう印象ですね。続いて第8位。第8位はトラビスジャパン、しめかけくん。デビューまでかかった年数は約5003日になっております。ここで5000日台に、まあ、大台というんですかね、まあ、入ってきて、なんか一時期流行りましたよね、1万日の誕生日を祝おうみたいなのが。その1万日っていうのが27歳と何ヶ月かみたいなのがあるんですけど、一時期流行ったんですけど、まあ、それの約半分ってところで、まあ、13年以上、相当長いですよね。まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんですけども、トラビスジャパンのやっぱ最年長ってイメージだと、ノエルくんがやっぱイメージがあると思うんですよね。デビューまで長かったってイメージがあるんですけども、結構冷静に見ると、シメも長かったですし、まあ、プラスアルファシメも1995年生まれなんで、意外と来年30歳っていう感じなんですよね。今年29歳になる年だと思うんで、2024年がですね。なんで2025年、来年にはもう30歳になってしまうっていうので、結構デビューしてなんかあっという間だなっていう印象はありますよね。続いて第7位。第7位はストーンズで京本大我くん。デビューまで約5011日になっております。京本に関してもさっきのジェシーと一緒で、やっぱりそのジュニアの中、当時のジュニアの中だったら、まあ、その時まだ普通にデビュー組の嵐とかは好きってぐらいの、まあ、ちょっと感じで、こんなにジュニアも好きとかってほどじゃなかったんですけど、そんな僕でもやっぱキョモとかジェシーはしてたんで、しかもキョモなんてね、もうキョモとまさきさんの子供っていうので、そのネームバリューとしても最強じゃないですか。デビューしても、すぐデビューしても、僕キョモとまさきさんの子供なんですって言ったら、すごいね、すごいねって、
共演者の人たちも突っ込んでもらったりとか話を広げてもらったりとか、バラエティ出ても話の広げどころがいっぱいある虚無ですらこんなに時間かかったっていうのもなかなか厳しい世界だなと思いますね。入んなくてよかったと思いますね。入りたかったんですけどね、もともとジャニーズに。続いて第6位、第6位はスノーマンで宮舘涼太くん。デビューまでかかったのは約5226日、まあ、ここで14年っていう年数が経ちました。虚無までは13年だったので、生まれた子供が中学2年生ちょうど思春期になるところまで時間かかったってところで、本当に何回思っても苦労人だなって印象がありますよね。伊達さんといったらやっぱ亀梨くんってイメージがあると思うんですけども、デビューの時に亀梨くんがずっと使ってたバングルっていうのを、まあ、伊達さんに渡したっていうところで、まあ、伊達さんが今後伊達さんのことを尊敬して苦労した人が出てきたら、またそれは伊達さんがそのバングル渡してほしいなっていう、なんか勝手にですけど、なんかワンピースの麦わらのルフィのその麦わら帽子みたいな、そんなイメージがありますね勝手に。続いて第5位、第5位はスノーマン佐久間くん。デビューまでかかった年数は約5232日です。佐久間はですね、デビューまで時間かかった中で何回も腐りそうになって、マイクを持ちたい、デビューをしたいっていうところで、まあ、大好きなダンスまでももうやめようかなって思ってた時に、まあ、メンバーの風花から、俺らが踊りをやめちゃったらもうそれこそ本当に終わりだよって言われて、また再起を図って頑張ったっていうエピソードが僕はめちゃめちゃ好きなんで、本当さっきのタレント力を見ると、よくこんなすごい人たちがなんでこんなデビューが遅かったんだろうっていうようなやっぱ印象はありますよね。さっくんなんてキャラも、アニメ好きってキャラもしっかりしてるし、普通にバラエティでも元気よく楽しくやっぱやってるじゃないですか、タレントとして。普通に結構ここ近年で見る中でも逸材だと思うんですけどね、そのジャニーズに限らず。続いて第4位、第4位はスノーマンで渡辺翔太くん、ショッピーですね。デビューまでかかった年数は5323日となっております。ショッピーといったらやっぱデビューライブというか、ライブの方でスノーマンなめんじゃねえみたいな、今僕らはそれだけの思いだったりとかやる気がありますと、今僕たちはすごい自信がありますと。確かに、まあ、6人時代というか昔の時はちょっとスノーマンデビューできないよって言った時に反論する、まあ、思いとか、なんか反論できるような長所みたいなところはなかったけど、今はあるっていう風に言ったんで、まあ、実際今日本一のアーティストになったわけじゃないですか。なんか不思議ですよね、こんなにデビューするまで時間かかった、まあ、要はエリートかエリートじゃないかって言ったらエリートではないじゃないですか。なのに日本一のアーティストになってるってのが、なんか変な化学反応だなーって気がしますよね。続いて第3位、第3位はトラビスジャパンで川島ノエルくん。デビューまでかかった年数は約5493日、まあ、ここで15年っていうような年数が経ってますね。15年ですよ。ねえ、もううんぎゃうんぎゃーから生まれて、今お別れの時って中学3年生卒業式やってるぐらいの年齢、ずっとジャニーズにいたっていうのはすごいですよね。このランキングはジャニーズ入所してデビューまでの年数ってところでランキングで発表させていただいてるんですけども、おそらくデビューした年齢ランキングみたいな、いやデビューした時に一番年上だった、一番年取ってたっていうのをランキングで言うと、多分ノエルくんが一番上かなと思いますね。28歳ぐらいデビューしたと思うんで、ただスエがもしデビューしたらスエが多分一番になるかなってとこなんですけども、私ノエルくんも30歳になるんで、デビューしてまだ結構間もないのにもうすぐ30歳になるんだっていうようなところが、もちろん見た目は若々しいですけど、なんか不思議な感じがしますよね。やっぱりすごい苦労人だったんだろうなっていう。続いて同率2位で2人いるんですけども、1人目がスノーマンの深澤くん、もう1人はスノーマンの阿部ちゃんとなっております。デビューまでかかった年数は5641日。ふっかと阿部ちゃんはもう同じ日に入った、もうバチバチのガチガチの同期ってところで、こんな同じ日にジャニーズに入って同じ日にデビューするっていうのが、まあ、本当になんかゆり組のショッピーと伊達さんとはまた別の、あ、なんか違う幼馴染というか、こんな奇跡ないよねっていうような二人ですよね。結構でもふっかと阿部ちゃんってなんか岩深みたいな、そういうような見え方ってあんましないじゃないですか。もちろん知る人と知るみたいなところはあると思うんですけども、
ゆり組とか岩深ほどメメラウとかほどなんかスノーマンの中ではメジャーじゃないんで、もっとこの同期組というかね、同じ入所日っていうところでもっと全面的に出しても面白いんじゃないのかなっていう、まあ、印象はあるんですけどね。最後に第1位の発表になります。第1位はなにわ男子で藤原丈一郎くん。デビューまでかかった年数は6474日、約17年間となっております。ジョー君に関してはまず入所が2004年っていうところで、2004年ってスマップの世界に一つだけの花が2003年とか、嵐もまだウィッシュとかも歌ってない、だから要は花壇より全然前っていうところなんで、多分2月だったらピカンチダブルとか、うん、なんか多分桜酒とかよりも出す前なんで、なんかめちゃくちゃ前というか、そんな前からジョー君いたのっていうところなんと思うんですけども、まあ、フッカとかベちゃんが5641日っていうところで、まあ、それを800日も伸ばした17年間のデビューってところなので、まあ本当おにゃおにゃって生まれた赤ちゃんが高校2年生来年卒業かぐらいまでの年数ってことなんで、それをやってきたジョー君は本当よく耐えたなってところもありますし、もうなんか変な言い方ですけど、こうジョー君ほど長い期間ジャニーズやる人、ジュニアやる人って今後現れないんじゃないのかなっていうようなやっぱ印象はありますよね。いやー、こんなにやっぱ旧ジャニーズで輝かしい、ね、人生歩んでそうに見えますけど、やっぱりみんなその中には辞めた人たち、泣いて悔しい人たちの中でこれデビューするっていうのは本当に大変なんだなって思いますね。はい、今日はですね、ジュニアの A グループが3月にですね、京セラドームの方で単独でイベントやるってところで、もしかしたら A グループがデビューするんじゃないかって言われている中で、まあ現時点でですね、デビューまでかかった年数っていうのをランキング形式で発表させていただいたんですけども、ぜひ皆さんの方もですね、この人もランキング外だけどめちゃくちゃ時間かかってるよって意見だったりとか、まあ、逆にこの人すぐデビューしたよって意見だったりとか、ぜひそちらの方コメントしていただけたらなっていうふうに思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなってに思います。アイドルってなかなか苦しいですね。またね。